はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。ラストオブアス2ノーリターンやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回も頑張ってボス目指してやっていきたいと思います。いやー、どうなるんだ。スタンダードだ、ノーマル、エリーで。いやー、ちょっとね、どんどん先に進んでいきたいですよね。ちょっとこのまま停滞してたらちょっとかっこ悪いんでね。さすがにちょっとね、一歩、なんか一コマでもね、先に進みたいですね。で、今ね、何にもないから、確かお金すらないのかな。ちょっと見てみるか。お金も多分、あ、ないんだ、ゼロだ。だから本当ね、死亡してしまうと、もうお金すらすっからかん。スキルもなし。アイテムもなし。この火炎瓶はまあ初期装備なんでね、いいんですけど、もうやるしか、最初はもうゼロからのスタートで。ジャクソン、アサルト。これ行くしかないの、これね。ウェーブを急しろ、さあ。アイテムください。また、間違えた。違う、お金ないのに作業代は、ちょっとその時間かもったいない。ここで作業代あるのはちょっと NG でしょ。ちょっとこれ、かぁ、敵を一回ヘッドショットでキルする？わかりました。任せてください。ヘッドショットは下手だけど、任せてください。さあ、始まるよ。またそこにあるよ、アイテム。ちょっと射程が遠いそうなところは、隠れよ、一回。左から消えましたね。さてと。いや、後ろから来てるの、なんか。足音しない？しないか。どっから来てんだよ。こっちか。こっちの方角か。これ、うかついてたらまずいよね。しかも、ここ、視線が通るし。来てる。やべ、いけないとこ来てたな。ランナーか。人じゃない。ランナーだ。ちょっと早く逃げたい。足音立てていけない。まあ、投げるか。ほっ。待て。逃げられない。待て。ほっ。ヘッドショット。もらえるものは持っとく。よどぼ。待て。クリッカーがこれ違うね。クリッカー、もしや。クリッカーだったらちょっと手強いと。え、クリッカーじゃない。ランナー。これ危ねえ。クリッカーっぽかったけど、焦ったー。クリッカーはね、耐久力あるんですよ。なので、ヘッドショット食らしても、ちょっとね、きつい。だから、サイレントキルが一番的確なんですよね。ボックスどこだ、あれか。ちょっと回収箱、まだ、ここに何かある。回収箱は、あれ、そっちじゃない、こっちか。あれ、そこにあった物資箱、まだいける、まだ参る。まあ、即席で回復するアイテムゲットしたな。これラッキーだな、これ。待てよ、なんか作っとこう。これ火炎瓶だろうな、多分。よし、来た。レーンがないな。これ回り込むしかないか。いや、来てる、二人両方。よし、ここで。死んで、これあぶねえ。また回収。危なすぎる。危なかったな。いや、今の危なっかしいな、んか。回収箱、ブシください。これ大事。よし。あ、なんか作るか。回復、これが回復だな。よし。あんまり火炎瓶使いたくないけど、使うとき使われてきてかな。あと、逃げる。あ、こっちから来る。
こっち行った方がいいのかな。あ、かなんかいろいろある。よし、作る作る。火炎瓶作ろう。火炎瓶でやっつけるまでだな。敵2人いるね。いや、別れたぞ、ちょっと待て。レンガか。ぶつけるの前だな。ロックしたぞ。これでもあれかな、いけるかな。ほっ。はい。はい、オッケーオッケーオッケー。よし、よし。これ以上弾持てないか。一人やつけた。その車に一緒にいなかった、今。いないか。いるよね。あれクリッカーじゃないだろうな。うわっ、ヘッドショット。ほい、待って、撃つのは難しいな。ほっ、待った。ちょっと待って、結構きついぞこれ。あと3発か。間に合うかなこれ。よいしょ、燃やすか。ほっ、もったいないけどね。あ、泣きだった。ちょっと最後の一発は何。待って、ブシ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 。どこ、おしまい。あれ、押してない。押しまいじゃなくて、また無駄に投げちゃったよ。もったいな、火炎瓶が。ブッシュな方向なんかね、いつもわかんないんだな。あら、行っちゃったよ。取れなかった。難しい。まあ B ですよね。だって時間かかりすぎたもんな、これな。クリアタイム、ね、3分以内完了すると満点100ポイント。3分以内か、無理無理。まあだからもう多分敵に見つかってるからヘッドショット決めまくんだろうな、おそらくね。それが一番早いんでしょうね、もしかしたら。押してこれでサプリメントか。これがあれ、金属、あ、違う違う、こっちだな。あれ、今回あれだな、金属武器を強化なってる。変わってんだな、近接武器。うん、どっちがいいんだろう。改良型火炎瓶。攻撃力が上がり、耐久値も最大値まで回復する。これでしょうか。次。武器の強化、大事だよね。よし。で、作り方を解除。お、解除した。全然武器、アイテムないですけどね。これ、改良しとく。か、強化しとくか、武器をね。安定性だよな、まず安定性、これ大事。50しかないんだよな。おしまいかな。ありません、もうポイントありません。で、お金が13あるからなんか買えそうだな。設計図ない。サイレーサー、サイレーサーか。ピストルホルスター、うーん、間違えて、サイレーサー作っとく。一旦設計図待とこうか。そうすればいつでも作れますからね。よし、これでいいや。で、ここで行くしかないか。回復薬が1個あるね。満タンしていこうかな。ここでね、ここでしか回復できないからね。いや、できないわけじゃないけど。よし、次行こう。お、キャプチャーがあるね。いや、でも、キャプチャー行ってみようか。で、金庫があるっぽいんでね、それを回収できたらなんか結構熱いんじゃないかとね、思うんですけどね。エンカウンター、例えばキャプチャー。敵が物資の入った金庫を防衛している。タイムアップでロックがあるしまう。すべて敵を倒さずとも、敵に見つからずに近づければ、近づけられれば金庫を開けることができる。どこにあったのね。お、早いな。
早い早い、今回早い早い。待って待って待って、どういうこと？飛び越しブーストって。やったって何も言ってないで、まだ5人いるよ。あ、時間制限あんだこれ。金庫2分間に上か、2分間の間に何とかしないといけないってことか。アイテムもらっておいて、ガンガン行かなきゃいけないってこと。まだまだつけないんだ。まだなんかその上か。あ、どこで見られた。上だよね。問題なし。金庫も欲しいけど、でも生きて帰るのが最優先かな。また弾危ないな。うわー、敵がいっぱいいるぞ、あれ。あー、なんか失敗した気がする。全然ダメージが出ないし。いいね、散開してきたぞ。こっちだぞ。わあ、難しいよ。ダメだ下手すぎた。これダメだな、バレるな。これ急いで逃げないと。どこ行きやがった。逃がすんじゃねえぞ。ロックかかっちゃうね、これね。待って、来てるし。割れっかな、これ。見つけた。はい、はい。また、アイテムください。もらったらいいけど、こっからどうしようか。あ、ロックかかっちゃった。ダメです。キャプチャー失敗。これ やばいな。はい、逃げるか。手早く倒すのって、やっぱ火炎瓶にぶん投げるしかないでしょ、これね。難しいなぁ。だけど面白いなぁ。こっち見られてんな。2階なんだよなぁ、問題は。2階に行かないとダメなんだけど。なんか押してる。2階に行くしかない。2階に行かないと話にならない。うわーい。一人ヘッドショット決めたい。で、数減らした。もう一人来たいね。どっちが来てる。回り込まれてるか。うわ、回り込まれてる。やるね。今いい感じだったよ。金庫を求めたんだけどね。移動当てる？もうそれもう当たっとこで。よしよし。今いい感じで倒した。かなりいい感じだった今。まぐれてるつもあるけど、ああいうの決まるとよ、楽しいですよね。銃が落ちてる。もう一人は。あそこに物資の箱。物資の箱攻めてもらいたいね。でもあれ金庫じゃないよね。向こう側だな。これは物音立てですか。もしかしたら。レンガ。急げー、急げよー。はい。よしよし。もらえもんまとこで。あぶな。
あ、奥にある、奥にある、奥にある。これはもらえる。あー、よっきょ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 。もう合成はあと。まず、もらえるものとこ。よし、オッケーオッケー。ちょっと、キーコは失敗しちゃったけどね。うん。なんとか倒した。いいんじゃないでしょうか。でね、ヘッドショット、待て。こうか。3発。まあ、それはいいとして。よし。ね、物資も結構手に入れたからね、なんか作っとこうかな、これね。ジャクソンに帰りたい。さあ、報酬もらって。よし。OK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 。いいぞ。ステルス。福岡発生。これか。聞き耳の移動速度2。移動、君の移動、ん？君使用中の移動がさらに速くなる。これでサイレンサーを工作から行って。あー、これ欲しいね。でもね、ちょっと待って待って。40。どっちがいいのかな？どっちも欲しいですね。はい、でも少ないな。サプリが少ないんで、あんまりできませんでした。スキルアップが。でね、自由度ね、強化はちょっと大事なんで、やっとこう。特に手ぶれね、安定性。あれ、高速でき、あれ？あ、終わってんのか。これ終わってんのか。リコイル。相談数も大事だな。連射速度。取っちゃった。連射速度取っちゃったな。リコイルいける？これリコイルまでいけるのかな。で、マズルブレーキを装着して武器をリコイルを抑える。おし、OKOKOK。 よし、これいいじゃないかな。 OK。 で、設計図変えるかな。設計図、設計図。あ、設置爆弾来た。これ大事、これ絶対欲しい。これ大事よ。これあるとないとだいぶ違ってくるんじゃないかと個人的に思ってます。ただ作れるかな。お、作れない。サイレンサー作れるか。一旦作るとか。物資もだんだん惜しくなってきましたね、これね。よし、じゃあ行くか。次3戦目、ハンテッド。いやー、ちょ、怖え、これ。絶対怖い、これ。絶対怖い、これ。大丈夫かな。まあ連射速度多少上げたから。でもね、ヘッドショット狙えると結構きついんですよね。あと、これなんかやばいよ。もう全部拾わないとなんかダメな気がするぞ。高速した敵の頭を撃ち抜く。何？まだ拾える拾える拾える。ちょっとください、開いてください。怖えよ。もう来んのかな。うわー、引き火立てとか。まあ、いないね。もう来てる、もう来てるかな。不安しかない、不安しかない。音がするからね、ちょっとやばいですよね。バシャ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 。接触型爆弾。いや違う、火炎瓶だろ、これ。ここは。どういう感じなの。来てるね、敵近いね。待って。うわー、まとまってきてる。これまずい。上に逃げよう。足跡がしないところへ。いっぱいいるぞ、なんか。上は来てないな。これ火炎瓶チャンスかな。いや、旋回、3回してるな。
待って要は生き延びちゃえばいいですよ。これ全然無理して戦えなくても、そういう甘い話じゃダメか。サイレンサーでいっちゃう。やつだ、上だ。痛いよ。ケイス、行け。待て、後ろから来ないですよね。来てるよね、多分後ろね。バカに。相手をよこせ、さっさと相手をよこすんだ。よいしょ。これジャンプできるのかな。よっ、できないか。待て潜っちゃったよ。でもあと2秒あるよ。男らしくない。まあ、いやーこれはよろしくないな。これ私としたことがこんなのダメだろう。何にもしてないですよ私。物資だけこうさささっと取ってね、終わっちゃった。こんなのでいいのか私は、わかりません。まあいいや、勝ちは勝ち。こんなのでいいのかな。サプリを取れないかな。ちょっとサプリを取っとくか。待てよ、これ治療50%でしょ。これは忍耐か。でここで作る生き物はない、作れない。あ、土型爆弾刺されるとか。 OK で回復できるね。1個しとこう。 OK でお金が余ってるからちょっと買えるもんがあるか確認しようか。パイプ、スタン爆弾、これも欲しいね。スタン爆弾、パイプももらっとく。お金余ってるから。設置型爆弾、火炎瓶、3円で買えるのか。これもらっとこうぜ。設置型爆弾もどんどん使っちゃう、お金ね。使わないとね、もったいないから。スタン爆弾は作れないんだ。またなんか作れる。あ、間違えた。なんか強化できるのかな、これ。強化。いいよ。OK。よし、これでいこう。さあ、これ、今何段目 ?4 段目か。何これ。キャプチャーか。大丈夫かな。まあ、行くしかないよ、これね。キャプチャー、金庫開けたいね。どこにあるんだ金庫。一度もダメージできずウェーブを一掃する。向こうに金庫あるのか。OK。 人の姿がわからん。まずアイテムもらって、何か作れる。スタン爆弾か。設置型爆弾無理か。なんか見えてるような見えてないような。いるよ、めっちゃ人がいるんですけど。金庫欲しいよ。でこれ いけんじゃないこれ。いや、足音がもう聞こえてる。音出すか。いるよ、そこに2人も。火炎瓶ですか、これは。また早い。仕上げ。いいぞいいぞ、まだ時間あるよ、いけるよ。金庫行っちゃおう。これあれか、また刺せるわけ。
倒れないな敵。硬すぎた敵。硬すぎや。硬すぎた敵。あ、もう時間が、もう6かかったら早くない6かかるの。あ、いけるあ、そうだ、あ、ダメだ。あったあった、ちょっと強くないかできた。ショットガンか。うわー、欲張りすぎた。金庫、あ、どうやって取るのあれ。なんかね、1秒間に合ったんだけどね、見失っちゃった金庫のこと、もう諦めてたからね、ダメだった、取れませんでした。いやー、難しい。でもね、火炎瓶投げた後にあんなに敵が来るとは思わなかった。難しいぞ、このキャプチャーっていうのね。なかなか金庫取りに行けない。でも今回4000まで行けましたね。うん、ちょっとは良かった。まあまぐれもあったかもしれないけど。いやー面白いなー、ほんとね。こうランダム要素がいいですよね。こう毎回ね違うタイプが出てくるからね、こうね。まあモードは同じであるとね、結構敵の相手も違う、敵の配置も違ってきますからね。はい、ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それではさよなら。